ピーちゃん、はい、今回のゲスト第二の太田光って呼び声も高い芸人さんです。誰か心当たりある？第二の太田光。いやいや、どういう意味で言われてんのかね。それだから品種を買うような感じなんですかねって自分で言うの悲しいですけどね。まあ、来ればわかるか。ちょっと呼んでみようかね、うん、はい、今回のゲストこの方です。どうも、浪川でございます。浪川、おなんで大丈夫、あれ、え、なんでお前なんでなんでお前はないじゃないですか。いやいや、そう、第二の太田光っていうイメージがないから。あんま会ったことないよ、ね、はい、いやいや、ラジオで何回もあるじゃないですか冷たい男ですね。あったっけ、ラジオで何回もあったじゃないですか。え、なんで第二の太田光、なんで神さんか。そうですよそうだ、この人神さんが社長なんだよ。そうなんですよ、僕が。それだけそれだけです。第二の太田光代だろ、それ。そうです、僕はもちろん太田光さんになろうとは思ってないですけど自然とそうスライドでなったっていうだけの話で。あ、そうです、そうです。いや、別に芸風が被ってるとかでもね。芸風は被ってないもんね。芸風は全然被ってはないですけれども、そのもうとりあえず奥さんがね。あ、そうか、そうだよね。光代さんに憧れてる。奥さんすごいもんね。そう、もう光代さんに憧れてるの。もうさ、憧れてますよ。本当に。あれ、いつその奥さんが社長になったんだっけ。最近だよな。いや、そうです、松竹芸能を辞めたのがこの5月の末なんですけど、その事務所を立ち上げたのが去年の秋ぐらいに、自分で勝手に会社を立ち上げて。 それは別に問題なかったもん、先に立ち上げて。でも松竹には所属してて、そう、問題があるかないかよく分かんないですけど、変な空気にはなりましたねいや、問題があるんだよそれはいや、だから、はい、そういう意味で言うと、浪川はだって松竹にいる頃から、はい、仕事がない頃から奥さんがもう個人的に活動をね、そうです、そうです、始めて仕事を取り出して、実際に仕事が増えたっていう。増えたんですよ。実績があるから、もうそれは松竹も文句言えないわな。すごいな、ラツアンなんだな奥さん。まあ、ラツアンというか、もう厚かましいと言いますか。どんな感じなの奥様は。奥様はだから、その勝手に DM でその売れてらっしゃる芸能人に、南川がとても、お前自分で言うのもあれですよ、面白いと。DM で送るんですか。妻がですよ、はい、一歩間違えりゃオレオレ詐欺ですよとんでもないことになります。でも、それで、ぜひともね、あなたの YouTube 出たらとてもいい活躍しますと。松竹芸能は何もしてくれないので、ぜひともこちら手助けくださいっていうことで DM をドンと送るっていう。それで実際、ちょっと南川さん、うちに来てくれませんかとか、はい、それから東野さんとか、そうだよ、ハマってな、ジュニアさんとかに送って、もう断れないっていう、ちょっとヤクザスタイル、はい、押し売り的な、押し売りで、押し売りでってやっていて、僕はもうあわあわしてる間に、まあ仕事はどんどん決まっていくみたいな。それでも松竹からさ、はい、ちょっとお前んとこの奥さんの勝手な動きやめさせろみたいなのあったの。もちろん、その芸能界のご法度ですから。それはそうだよ、ね、それはもちろん基本的にはね、松竹もあるとこちょっと問題あるかもしれないと、うん、でもこれはあんまルール違反やと、うん、ね、だから直だもんね。そうです、直ですから、うん、なのでちょっと言ってくれるかと、うん、もちろんですと、うん、僕もそらそうですと、うん、で奥さんに言ったら、奥さんがはっともうだらさない、始まっちゃってんじゃないか。もう完全にもう密を三つになってるんですよ。いや、別に三つはもうそういう人ではないいや、僕も分からないです。僕もお会いしたことがないんで分からないです。その妻の中のそのスイッチが入ってるんですよ。はっていうの怖いよね。はってなって、えって僕も、いや、もう松竹は言ってるんですよ、いや、芸能界のあれが言ってるから、いやいや、東野さんの YouTube の仕事取ってきたことってあるって、松竹芸能から、ないです。もうこの辺りから僕も敬語になるって。ないです。え、じゃあ何が悪いん、仕事取ったやん、うん、そうだ、その問題ある、うん、ないです。ああ、じゃあジュニアさんで送るねってなってたんです。いや、止めるやん。いや、剛腕だ。それはもう止められないですよ。いやいや、じゃあせめて、はい、松竹には 何割かはちゃんと納めないととかって話になるだろ。もちろんそれは納めてます。ギャラは納めてます。その時はそう、ギャラは納めてます、ね、それはちゃんと納めたんね。もちろんですよ、そうしっかりしますよ。そんな、それは闇営業と違うところで。そうです、そうです、そうです。こっちは取っ払いでもらってるわけじゃないから。もちろん、もちろんそれはちゃんとしてますから、ね、はい、だから筋は通ってんだ、亀さんの言ってることのが。そうです、松竹のマネージャーが仕事取ってこないから、私が代わりにやってるだけ。まあまあ、まあ、あんまり言い過ぎないでください、まあ、何を怖い、どっちも怖いの。それ、終わって、辞めた後なんでね、うん、あ、まあ、まあ、今はいい事務所ですから、まあ、はい、今実際それで忙しくなったのか、奥さんが社長っていうことになって。それはもう仕事がもうマジか、すごい激変だよな。そ、2、30倍になったんじゃないですか。は、そんなに変わったの、はい、だから、はい、すごいよね、ある意味新しい
形だよね。でもいいんです。奥様のおかげでこうやって仕事増えてきたわけだから、増えてきてる嬉しさと、その近くの巨大な権力が膨らんでいく怖さと、デッドヒートなんですよ。わかるよ。わかりますよね。あ、嬉しいだけじゃないのか。当たり前じゃないですか。嬉しいだけじゃないですよ。仕事あって万々歳じゃないですよ。横にはもうどんどん髪の毛ピンクになったりとか、モンスターがどんどん育ってるわけ。どん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 髪の毛の色が抜けていくんですよ。あのワインとかの、そのグラスもでかくなってくるんですよ、だんだん。白ワインの。わかります。そうなるんだ。そのうち自分でワインを作り出した。作り出す。終わりです。終わり。終わりです。ワインはもうすごい白ワインを毎日飲むんですよ。そうですか。消費がすごくて、それ赤になったらもう危険信号。危険信号ですか。そうです。僕は毎朝そのワイン飲んで瓶を外に出すという仕事をしてます。そういう仕事してますからね。それが怖いんですよ。そうなんですよ。はい。そこはわかります。じゃあもうもろ手を挙げてってわけじゃない。だから松竹ならまだ悪口言えるけど、はい、こっちの事務所はもう絶対悪口言えない。それはそうですよ。そう。言えるわけないじゃないですか。それは言えないよね。言えるわけないじゃないですか。だってそれはそうですよ。ないんですか、タイタンの悪口とか。ないです、一切ないです。素晴らしい事務所。太田プロ悪いとこありましたね。同じ構図だね。あ、そうなります。松竹もね、問題はありましたけども。でもさ、言ってもさ、はい、その奥様は別にもともと芸能関連のなんかこう、はい、ノウハウとかがあるわけではないわけ。ないです、一切。これがすごいんだよ。ないんですよ。だからでもね、はい、何この仕事みたいな、わけのわかんねえの取ってきたりとかはない。あ、何この仕事みたいなんはないんですけど、ね、ただこの奥さんが、まあ、仕事をこう DM 送るでしょ、うん、そうなると、あ、奥さんと南川は出るんだ、うん、みたいな感じになるわけですよ。そうなったらやっぱりこうお仕事というか、ありがたいことに、例えばその不動産巡りとか、例えばそのデパート巡りじゃないですけど、そういうお仕事が、あ、夫婦で、夫婦の仕事が来るじゃないですか。夫婦でロケみたいな、例えばこの あるじゃないですか、そのノッチさん的なこととかいろいろあるじゃないですか。それは断るんですよ。え、なんで、あ、自分は出ないの、その私が出たいわけじゃないみたいな感じでパンと断るんですよ。そんなん違うみたいな。ただ南川が出したいだけみたいな感じで断るんですけど、この前アルピーのラジオに一人で出てたんですよ。一人でアルコ&ピースさんのラジオに一人で出てて、あの、いかに南川の売り方を戦略的にやったかってことをえつにしたって語ってた。それはもちろんさ、はい、南川さんでとは来てないわけ。そう、南川さんの奥さんでお願いしますっていう。いや、僕に奥さんにとかじゃなくて、その奥さんのメールにアドレスに来てるんで、僕は知らないんですよ、ね、気づいた時には出てたんですよ。はい、あ、じゃあこれからも結構出んじゃん。いや、これから露出増えると思いますね。そういう意味で言うと、だってほら、それこそ光代さんに憧れてるわけだから。憧れてるんですよ。あ、光代さんここ一人で出てんな、じゃあ私もいろいろ一人で出ようかとか。そうです、そうです、そうです、そうです。だからやっぱもう会社作って社長でしょ。社長です、奥さんが社長です。そうするとそういうビジネス雑誌とか、あ、そう、その辺からのね。そうなんですよ、来ますよね。スタートアップ企業からなんかインタビューみたいなの来て、そうですよ、普通になんかこうやって喋ってるんですよ。喋ってる。それをネットに上がってて、でどういう気持ちで見たらいいのかなって。そう、それ見ない方がいいです。複雑なんですよ。意外と傷つくこと。あ、そう、そうですか。僕は見ないようにしてる。あ、見ないようにしてるんです。はい、上田、上田、上田。